それでは、チェーナー V2 による実践深層学習の第2回について、自然言語処理研究室学部3年の菅淳が発表いたします。なお今回もこのチェーナー V2 による実践深層学習の本に基づいて、説明をいたします。では、前回、こちらの図にあるような、モデルを用いてニューラルネットワークのモデルについて説明をいたしました。でこのモデルのこのモデルの関数の式としては、こちらの式で、こちらのような合成関数の式で求められることが分かりました。チェイナーというものは、合成関数のパラメータを訓練データから学習するプログラムを構築するための Python のパッケージとなっております。なので、合成関数を もう少し分かりやすく表示するために、こちらのような、計算グラフと呼ばれる、グラフを使用します。こちらの計算グラフというのはこの丸というノーツ、この丸の形で表されるノーツ、そして四角の形で表されるノーツ、そして矢印で表されるエッジという3種類のものから成り立っております。でこの丸のノーツは変数を表し、四角のノーツは関数を表し、矢印のエッジはデータの流れを示します。このエッジのデータの流れというのは、例えば変数から関数であると、関数にその変数の値を引数として入れて計算する。そして四角の関数から変数へというのは、その実行した関数の結果をこちらの変数に代入するといったような表記になっております。では具体的にここでは3つの変数からなる合成関数、3つの変数からなるこの関数について考えていきます。先ほど示した式がこちらになります。この式のうちこの H1 という関数をこのように定義すると、この F の関数はこの H の関数で表すことができます。そしてさらにこの H2 という関数と H3 という関数をこのように定義していくと、F の関数が H1 と H2、H3 というものの合成関数で表すことができることが分かります。そしてこの F の関数がこの H1、H2、H3 で表された合成関数を計算グラフで表すと、こちらの図のようなものになります。ここに式にある通り H2 に X1、X2 の値が入り計算され、そしてまた H3 には X2、X3 の値、 H3 には X2、X3 の値が代入され計算されます。そしてそれらの値がこの H1 というこの関数の Y1、Y2 の引数となり、 Y1、Y2 に代入されてから H1 に代入され、 H1の関数に与えられ計算され、出力が求まるといったようなことを表す図になります。さてこのモデルが先ほど合成関数で表されると言いましたが、この合成関数である場合、この計算グラフの概念を利用して微分値を求めることができます。ここでなぜ微分値を求めるかということですが、前回ニューラルネットのパラメータを更新する際に、ニューラルネットのパラメータの更新の際に事情誤差を各パラメータで微分してその次のパラメータを求めていたと思います。その際に求めたこの各パラメータの微分をこちらの概念を使用して簡単に求めることができます。ではどういうふうに求めるかといいますと、まず左の方の入力値から通常のように出力に向かって計算していきます。で出力が求められた時点で、各この X1、X2、X3、Y1、Y2 で Z、 この全ての変数のパラメータをそのまま保持しておき、今度は逆順に出力側から入力順側に向かってたどることで微分値を求めます。具体的には、Z を、X1 で微分したいときは、この、図の中の、Z から X1 までのルートをたどって、その間にあるこの関数の両側にある、変数で微分したものを、掛け合わせます。ここの、Z から X1 の間の、微分値を求める場合ですと、まずここに関数 H1 があるので、Z と Y、 Z を、Y1 で微分した値、つまりここのエッジで、この点線のエッジで示す値を、求めます。で、続いて、
Y1 から X1 までのこの Y1 を X1 で微分した値を求めて、それらを掛け合わせれば Z から X1 まで微分した値が求まります。で、ルートが1つならいいんですけど、こちらの X2 のように、Z からこちらのルートと、こちらの2箇所のルートがある場合、このパスごとの、和を求めて、和を求めることで、その微分値を求めることができます。なのでこの場合ですと、まず、この Z から Y1 までのこの、ZY1 で微分した値と、Y1 から X2 までの Y1 を X2 で微分した値、これらを掛け合わせた値と、Z から Y2 までの、ZY2 で微分した値 と、Y2 から X2 までの、Y2 を X2 で微分した値、これらを、この積を取り、先ほどのこの上の方のルートの値と足し合わせることで、微分値を求めることができます。ではここからコードについて説明をしていきます。 Python で利用する場合に必要なモジュールのインポートはこちらのようなものになっております。ここで特に見ていただきたいのはこちらの2行になっております。こちらの2行にあるファンクションズとリンクスのモジュールについて特に説明を行っていきます。ではまずバリアブルというものについて説明をいたします。これは先ほどの計算グラフの変数のノード、丸のノードに対応するオブジェクトのクラスです。変数の持つ中身のデータは、実際のデータは配列となっております。でその変数のノードを生成するのに必要なコードはこちらのようなコードになっております。バリアブル NP アレイで、前回説明した通りこの変数の要素を持つ、ここに要素を指定してその変数を作り、配列を作り、定義します。でこの後ろにある AS タイプというものはこの配列の要素の型になっていまして、実数の値を指定したい場合はここに np.float32 こちらのように指定します。で中身を整数で表したい場合は np.int32 と書くことで整数の値を指定することができます。でこちらを、NumPy の計算式のような、こちらのような、計算式を書くことで計算を行うことができ、123という値が入っているので、X1、X2、X3 にそれぞれ代入し計算すると42という値が求められます。で、その42という値を見るのにはこのドットデータというものを使い、答えの入っている変数にドットデータとして使い、中身を見て答えを見ます。続いて微分値の計算についてです。先ほどの式の計算で、計算グラフでから、計算グラフでいう入力側から出力側までの計算は求まったので、今度は微分値を求めるためには出力側から入力側に計算していきます。そのための関数がドットバックワードという関数になっております。でこのドットバックワードを使用して、その後に入力、出力側から入力側までその求めたいその入力値の変数にドットグラッドとつけることで各ルートの微分値を求めることができます。で実際に実行したらこちらのようなマイナス8、46、20という値が求まるのですが、それが本当に微分できているのかということを検証するために、実際にこちらのように微分を行い、各値を代入すると正しくマイナス8、46、20という値がまとまっているので、微分値が取得できていることが分かります。続いてファンクションズというものについて説明をいたします。これは先ほどの計算グラフの中の四角で表されるノードとなっております。こちらはバリアブルを変数として持つ関数を提供するパッケージとなっております。で具体的にその関数というのがどのようなものがあるかといいますと、三角関数や活性化関数、損失関数などがこれに当たります。
では、実際に三角関数などを、使用して、コードを書いてみたいと思います。それにはまず、先ほどのバリアブルとして、変数のノードを定義し、それを、サインなどの三角関数に与えてあげて、計算を行います。こちらではマイナス1という値のサインを取っているのでマイナス 0.841 のような値が取得できています。また前回活性化関数で登場したシグモイド関数も使用することができ、それには f.sigmoid で変数を引数に指定することで求めることができます。またこちらのファンクションを使って求めた実数に対しての微分を行うこともできます。でこちらで f コサインの値を、z に代入し、先ほど説明したようにバックワードと、グラッドを使って微分値を求めています。するとこのように 0.841 というような値が求まりました。で、これを検証するために、コサインを微分するとマイナス1サイン x なので、それを別途に計算して、実行してみたところ全く同じ値が取れているので、このバックワードとグラッドを使って微分ができていることが分かります。続いてリンクスというものについて説明いたします。こちらもバリアブルを変数として持つ関数を提供するパッケージとなっているんですが、先ほどのファンクションズと何が違うかというと、このリンクスの中の関数が独自にパラメータを持っているんです。これを説明するために代表的なリンクスの関数であるこのリニアというものについて説明いたします。このリニアというものはニューラルネットワークにおいて第 L 層から第 L プラス1層にデータを変換する、つまりデータを出力するときの値を求める関数となっています。具体的に、具体的には前回の発表の中でこの L 層の入力をベクトル X で出力をベクトル Y とすると、この Y イコール重みの W かける入力値 X プラスバイアス B という式で求まることが分かっていますが、この計算をこのリニアというものを使うことによって行うことができます。では実際のコードです。まずリニアというものを使ってこのリンクスの関数を宣言していきます。で今回、L 層には3つのユニットで、 L プラス1層には4つのユニットを持っていると考えて実行したいので、こちらに3,4というふうに指定して実行します。するとこれを実行するとこちらの H というものは重み W と B というバイアス B というパラメータを持ちます。でこれはそのリニアを実行した際に生成されるもので、 W の中にはこのようにランダムな値が、 B の中には全て0の値が代入されます。ではこのリニアの H の関数に入力値 X を代入していきたいと思います。今回 X は 2×3 の0から5に連番で振られた 2×3 の行列を入力値として用意しました。これをこちらのように関数に当てはめていきたいと思います。するとこのような値が求まりました。ではこれが正しいのかということで、前回の式 y イコール wx プラス b という式に当てはめて計算すると全く同じ値が出ているので、そのように計算できることが分かります。では続いてチェーンクラスについて説明をいたします。このチェーンクラスはこの合成関数のモデルを定義するためのクラスとなっております。でこちらのように、入力層に4つのユニットで、中間層と出力層にそれぞれ3つのユニットがあるような、モデルを考えます。でこれを定義する際にはこちらのようなクラスを定義していきます。ではまずこのイニットについて説明いたします。このイニットに記入するのは合成関数内のリンクスの関数になっております。例えばこの入力層から中間層までの出力は先ほどのリニアという関数で求めることができます。で元が4つで、次のが3つのユニットなので4,3となっております。で続いて中間層から出力層までの出力に関しては入力の中間層のユニットが3つで、出力側の出力層のユニットが3つなので3,3ということで、このように定義しております。
続いてこっちのコールという関数について説明していきます。ここの中では損失関数を記述します。前回の発表の中ではこの損失関数は平均事情誤差で求めていたと思うんですが、今回も平均事情誤差を求めます。そのための関数はこの F、Mean、Squared、Error というこの関数で求めることができます。で、事情誤差ということで誤差を取るためにまず順方向に先ほどの計算グラフでいうこの順方向に計算していった際の出力を求めます。そのためにこちらでその答えを取るための関数を実装しています。そしてその出力を求めた値を FV に入れてこちらに第一引数として記載し、第二引数には訓練データの最適な答えである y をこちらに指定して、平均事情誤差を求めています。そしてそれをリターンで返すことでこの損失誤差関数を求めています。ではこのように以上までのところで訓練データを与えれば損失関数をパラメータで微分した値を求めるところまではできました。しかし実際に求められた微分値からパラメータを更新するプログラムを書くというのは大変面倒です。しかしチェイナーではこの求められた微分値からパラメータを更新するためのプログラム関数モジュールが定義されています。そしてそれは簡単に利用することができます。それがこのオプティマイザーです。このオプティマイザーを使用することによって簡単に求められることができます。ではその使用する際のコードについて説明します。まず学習前のところに記述するコードはこの3行のコードとなっております。まずモデルに先ほど定義した MyChain というチェーンクラスを代入します。これでモデルを生成します。続いてこのオプティマイザーというのに最適化に使用するアルゴリズムを設定します。ここで SGD となっていますが、前回登場したその SGD の最適化アルゴリズムを使用して求めるというような設定になっています。そしてそのアルゴリズムにこの上で生成したモデルをセットして使用する準備を完了します。続いてパラメータの更新、こちらは学習に使うためのコードとなっており、この4行で学習を行うことができます。まずこちらのモデル .clearGrad でまず勾配の値を初期化します。そしてこの loss イコールモードというのでこちらの x と y に入力値と最適な値 y という教師データを代入することによって順方向に計算していき誤差をこのロスに入れます。そして今度はバックワードで逆方向に計算していき勾配を計算し、それらの値からパラメータを更新していきます。これが1回のその訓練で1つの訓練データに対する式であり、訓練データ分これを実行することによって学習を行っていきます。以上で終わります。